大器晩成型のスピードスター伊東純也、カタールワールドカップ最終予選歴代最多タイの4試合連続ゴールで日本をワールドカップへ導きました。伊東選手はエリート街道ではなく着実に一歩ずつ階段を上ったサッカー選手です。高校までは無名でしたが、神奈川大学で関東サッカー2部リーグ2年連続ベストイレブン J2 ヴァンフォーレ甲府に入団、初スタメンで初ゴール、柏レイソルで2年連続 J リーグ優秀選手賞を獲得し、24歳で日本代表初選出、26歳で海外初挑戦、ベルギーリーグヘンクでシーズン2桁得点2桁アシストを達成、そして現在はフランスリーグスタッドランスで主力として活躍しています。カタールワールドカップ本戦でも4試合すべてに出場した伊東選手は、一つ一つ上がってきて気づいたらここにいたと、まさに大器晩成型のスター。大器晩成型の特徴として、自分の信念を持ち、逆境でも腐らず、コツコツと努力をし続けられることが挙げられます。伊東選手はインタビューにて、逆境でも腐らず、見えないところでも練習を積み重ね、自分の成長にフォーカスできたからこそ今があると言っています。川崎フロンターレで活躍する山根美希選手も、世代別代表の経験がなく初めて日本代表に選ばれたのが27歳という遅咲き。負けず嫌いと謙虚の塊、どんな状況でも絶対に折れなかったことで、伊東選手と同じくカタールワールドカップのメンバーを勝ち取りました。チャンスはいつ来るかわからない、常にその場で自分ができることを最大限に。